ビビビバリアフリープロレス。はい、流れに流れてね、ようやく今日無観客とはいえ、セブンのエビアツイートマッチをやることができるようになったんで、これも嬉しいですね。な、今日はセブンのツイートマッチだから、そうね、もう最初は5月にツイート講義をやろうとしてね、その後の板橋の流れ、ニュースやろうっていうのを一旦流れてでもね、まあ本当今日本当に身内だけとはいえやっとやれることができるんで、すごくもうこっちを燃えてるし、ワイド軍団も、燃えてると思うんで、な、今日はセブンのツイートマッチから、そうです、はい。でね、昔懐かしい、ヒーロー正規軍 VS ワイド軍団ということで、もうセブンが、ヒーローに初登場した時のあの勢いでね、ぶつかり合いたいなと思います。な、今日はセブンのツイートマッチだから、うん、そうだ、よし、じゃあ頑張ろう。な、いくよ、うん、OK、はい、セブンさんのツイートっていうことでね、まずはリーダーのベアから、まあ、ずっとね、流れてきた試合がやっとできることがすごい嬉しいんで、まあ今日は久しぶりに顧問をいじめようかなと。あ、いいわね。まあ、森もパートナーだけど、まあね、よく関係ないですよ。ちょっと昔を思い出して、ワイルド軍の凄さを見せつけてやろうかなと思ってます。はい。どうぞ。どうぞ。まあ、もう俺と、モリとしばらくやってないんで、まあ今日はガッツリやる。ワイルド軍。初めましてだよね、私と。ワイルド軍の初めまして。初めまして。ワイルド軍だけど、出番がないですから、これ。まあ、今日は初ということで、なんかね、まあ、ね、みんなで。セブンシュータン軍も、そうね。頑張って、うん、ワイルド軍まだまだやれるっていうのを見せてやるんです。ただいまよりメインイベントワイルドセブンツイッターマッチ時間無制限一本勝負を行います。まずは青コーナーからヒーロー正規軍の入場です。Oh, my God.
Thank you.
Thank you.
寺田さん、寺田さん、待ちましたよ。寺田さん、今日、俺が勝ちましたよ、俺が取りましたよ。挑戦者、責任があるでしょ、俺に。いつも皆さん俺もバカにするけども、もう入った時の俺じゃないですよ。俺も栃木に帰ったらタックのベルト持ってるし、皆さんも持ってるんだったら挑戦権があるでしょ。俺にどうですか。お前簡単にこのベルトに挑戦できると思うね。それなりのパートナーよりしろ、パートナー。決まってるわ。あ、それ次第で考えてもいいよ。寺田さん、俺もこの業界7年ですよ、7年。もうある程度のコネクション持ってますから。ふさわしい挑戦者、タッパートナー連れてきますから。楽しみにしてください。誰だよ、いいよ、決まってんだろ。楽しみだよ。楽しみ。言わないで帰る。大丈夫ですか。条件じゃないと分かんない。リング上で言ったまんまで、実力者連れてくるから、ベアーさんが喜ぶ実力者を連れてきますから、楽しみにしよう。ベルト運動りますからね。俺が二冠王になるんですよ。覚悟してください。はい、まあ久々だったわね。なんか連携も取れてたけど、大野選手がね、せっかくね、せっかく始めましてで、せっかく始めましてで、ね、そうそう、連携取れたのに、まあね、あのそういうものよ、今度、まあ、下克上、そうね、まあ、成長を確かめてあげればいいじゃない、そうね、今度はね、直接当たって、肌で感じてみたいな。うん、まあでも誰連れてくるかわかんないけど、ね、あいつだけだったらいよいよかましてられるけど、堅くなに言わなかったですね。まあまあ楽しみにして面白いやつでいいよね。まあね、 WBC の中に恥じない人が選んでくれると信じてみて、まあとりあえず今日はなんとそうね、セブンさんがね、まあ、セブンの大野の成長を見せられたのかな、まあ、うん、まあセブンゆかりの技でね、あいつも突出し、そうね、そこら辺はちょっと人としても成長したんじゃないかと、うん、9月の大会が楽しみということで、まあ、とりあえず WBC に関してはもう初防衛戦、うん、取ってから1回も防衛してないんで、必ず1回は防衛しないとね、防衛していきましょう、うん、なんで9月の、ね、新規の大会お楽しみに、お楽しみに。負けたなぁ。なぁ。エンマ、武田綾で。なんでやん。あの、まあワイド軍でまとまればね、それ強いけどね。なぁ。エンマ、武田綾で。そうしか言わない。まあ大野選手がね、まあこう、スタミナもついて、強くなったなと思ったなね。エンマ武田綾で。分かってるって言うんですね。エンマ武田綾で。まあいいや。それで、まあ、トムリューもね、頑張ったんだけど、今日はちょっとアバロンが攻め込まれちゃったって助けられなかったな。でもトムリューも今日はちょっとも良かったし、負けはしたけどね、
まあ、ヒーロー正規に久しぶりさんの試合にしては頑張ったかなと思いますよ。な、エンモン竹縄やで。つっか、自分負けてるよな。エンモン竹縄やで。まだ。あの、まあ、負けたとはいえね、セブンの技がいっぱい出て、で、最後のね、大野選手の、フィニッシュも X 固めということで、まあ、X 固めで負けたら、ちょっとしょうがないかなっていう気はするわ、うん、で、まあ、9月26日、大野君が友龍と、ベアのベルトに挑戦するっていうのも、これ、いいんじゃないのかな。ちょっと誰が来るか分かんないけど楽しみな。エンモン竹縄で。そもそも違うこと言う。エンモン竹縄で。まあ9月26日の方がエンモン竹縄ということでね、盛り上がるんじゃないのかなと思いますんで、お客さんもね、まあ、ソーシャルディスタンスの範囲だけどもできるだけいっぱい見に来ていただきたいなと思います。友人も頑張るんでね。頑張って。お疲れさん。全く直れない。もういいよ。なんか終わったみたいな感じ。五十なんだったのかな。同じです。実際やばいな。はい。すいません。はい。まあそういうことで。YouTube の、配信にね、これが編集されたので、ということで、ご覧になった方どうも最後までありがとうございます。ありがとうございます。井上さん、GPS のプレイヤーはいかがでしたか？いや、もうそうですね、今、もう頑張ってますので、どうぞ。頑張ります。こんな感じで、これで使えないかな。いや、でも、これで本当にあの、また今、練習室があるっていうのは、練習室から面白くなると思うので、気がします。ありがとうございます。ありがとうございます。ベアで、何時間もしてるんじゃない？何回？マスクいます？絶対カメラ。死んじゃうね。なんか、ちょっと、どうでしたか？いやいや、最初の時に、最初で、ほぼ久しぶりに動いてた。
まあ、今日ですね、最後になりますけど、2試合目がワイドセブンの追悼マッチということで、セブンの技を今いっぱい出してくれました。嬉しかったです。で、最後、ゴロの選手がアドローに仕留めた技をね、ニュートラルチームが、使っているエクスラダム、これもセブン、本当に因縁の深い技で、やってくれたので、負けたんだけど、なんかまだちょっと好きしちゃったなっていう感じがあります。で、お客さんがいないところで、全部緊張マッチってどうなったっていうことをちょっと悩んでたんですけど、緊張マッチで、これやる演出は絶対にあるんだなっていうのを、だから再現して今日、会場にしました。これからね、もちろん、それで、ね、ちょっと待てないと思いますけど、配信してくれてるお客様、それで今後ね、2月25日以降も、どうぞ見てくれるお客様、そうじゃなくて、どこかで、実のことを、見せてくれてるお客様、あるいは、できれば、プレスをあんまり見ない方々にも、ワールドセブンも絶対に欲しくないので、次回、次のところで、ね、ボーンと大きくやるなと、まあ、おそらく来年の中国コンビをぜひ、やりたいと思っているんですが、もう、反対のところでは出てきたことが、昔、という一本人で我々から目の強い人を絶対に募ることを誰にも忘れられないという、そういうつもりで頑張っていきますので、見せる状況に来てください。以上、じゃあ、締めます。じゃあ、みんなで頑張って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